皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はデスループのファミ通紹介をしていきたいと思います。復習をテーマにした超常能力とステルス、アサシンプレイを組み合わせた一人称視点アクションです。主人公である超一流の暗殺者が氷に覆われた無法の島ブラックリーフを舞台に、何度も蘇っては繰り返される終わりのない死闘を繰り広げます。まあループものって結構あったりしますからね。なんか死ねば死ぬほど強くなるみたいな、なんかそういうやつが結構多いですよね。残機ゼロだったり、リゼロだったり、まあ他にも多数あるんですけどね。まあデスループもその一つということですね。まあ9月14日に発売予定ということで、まああのあと3ヶ月を切ってるわけですね。まあとりあえずどんなゲームになるかが楽しみなところですね。一応アクションゲームということで、なんかあの蹴ったり殴ったりとかの戦いとかもあるんでしょうかね、おそらく。まああのどういう風になるかは分かりませんが、まあとりあえず今回はこの辺でデスループのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。